ラムセス3世は、エジプト新王国、第20王朝の2代目のファラオである。古代エジプトで大きな権威を持った最後のファラオと称されている。ラメセス3世やラメス3世という表記も見られる。以下の本文中におけるラムセスの表記はすべてラムセス3世を表す。ラムセスの父はセトナクと母はティーメルエースであった。シェム1月の26日に即位して、シェム3月の15日に退位したという情報より、ラムセスは、紀元前1186年3月から、紀元前1155年4月までファラオとして在位したとされる。これに従えば、在位期間は31年と1ヶ月であったが、紀元前1156年頃や、紀元前1153年頃に死去したとの説もある。なお、ラムセスは、第19王朝のラムセス2世の時代のような統治を目指していたと伝わっている。ラムセスの父、セトナクトは第20王朝最初のファラオである。第19王朝の瓦解後の政情について、ラムセスの息子のラムセス4世によって編纂されたハリスパピルスは以下のように記述している。第19王朝は外部より崩壊した。統一した政権がなくなったことで各地に軍閥が割拠して内戦状態に陥った。互いに殺し合った後にパレスチナ出身者が支配者となったが各国に貢ぎ物を要求し他人のものをかすめ取った。また神々を人間と同じようにみなしたため神殿に生贄を捧げるものはなくなったハリスパピルス。このパレスチナ出身者はイルスという名前であったがその正体は明らかではない。ドイツの歴史家のフィリップ・ファンデンベルクは、第19王朝末期のファラオであるサ・プタハやタウセルとの時代に権限を握ったバイや、パレスチナ出身のエジプト軍幹部などの名前を挙げ、タニスで政権を運営していたとしている。セトナクトは、イルスを討伐して、ファラオに就いたが、セトナクトの治世は2年で終わった。なお、ラムセスは、セトナクトの共同統治者であった。紀元前13世紀及び、紀元前12世紀の海の民の信仰ルート、海の民と戦うラムセス、メディネトハブのレリーフより、ラムセスが在位した時期は古代ギリシアが暗黒時代に入り、政治的に混乱していた時期と重なっており、海の民やリビュア人といった外敵の攻撃にさらされた。経済的な苦境にも陥り、国内では、ストライキも起こった。古代エジプト史に初めて海の民が登場するのは第19王朝のメルエンプタハの在位中である。石碑にはメルエンプタハの在位5年目に海の民がリビュア人と連合を組んでリビュアの海岸からナイル川デルタに侵入したがエジプト軍がこれを撃退したとの記述がある。ラムセスの在位8年目にペレセとチェッケルシェケレシュデニエンウェシェシュなどの各民族からなる海の民がレバント地方より陸上及び海上からエジプト領内へ侵入した。まずエジプト軍は陸路から北東国境に侵入した海の民の軍を破った。次いで海より侵入した海の民の軍に対してエジプトの海軍は貧弱であったとの評判にもかかわらず頑強に戦った。ラムセスが海戦で取った作戦は弓隊を海岸沿いに配置して、海の民がナイル川の河岸から上陸しようとした時に、海の民の軍船めがけて切れ目なく、矢を一斉に射撃し続けるというものであった。また、ガレー船や平底船などを並べて堅牢な壁のような防御陣を構築し、それらの船の船首から船尾に至るまで、エジプト軍の兵士を多数乗船させた。エジプトの軍船は、海の民の軍船をグラップリングフックで引き寄せて、両軍の兵士による白兵戦の末にエジプト軍が勝利した。海の民が矢による攻撃に対して備えができていなかったこと及び小舟のみであった。海の民に対してエジプトは貝を備えており自由に船を操れたことがエジプト軍が勝利した理由として挙げられる。ハリスパピルスは次のように記述している。我々の国境に到着した人々の子孫は存在せず、彼らの心臓と魂を永遠に終了させた。海へ一緒に向かってきた人々は、槍の柵によって、川岸で取り囲まれ、川辺で屈服し、殺害されて、死体の山がうず高く積み上げられた。そして、ナイル河口において、彼らの前は、炎で満たされた。ハリスパピルス・ラムセスは、従わせた、海の民を、カナアン南部に入植させて、海の民をエジプトに組み込んだと主張している。これについて、明確な証拠はないが、カナアンへ少しずつ、海の民が住み始めたのを阻止できなかったラムセスが、自らの政策によって、海の民を取り込んだと主張しようとしたと考えられている。実際に、海の民の捕虜の一部は、傭兵となって、シェルデン、トゥルシャなどに入植した。また、東方のベドウィンからの侵攻に対抗するために、ペレセト人やチェッケル人をパレスチナに入植させた。なお、これらの都市及び国家が干渉地帯となってこの後しばらくは、オリエントや地中海の各勢力の争いから古代エジプトを孤立させる役割を果たすこととなった。ラムセス在位前よりリビュア人はナイル川デルタの西部を支配していたが、そのリビュア人に対してラムセスは2度にわたり戦争を行った。在位5年目に一帯一度目の戦争はラムセスがリビュアに政治介入したことがきっかけとされる。この戦争でエジプトはリブ、メシューエシュ、セペドなどの各部族からなるリビュア軍に勝利し、リビュア軍は戦死者約 12,500 名、捕虜約 1,000 名を出した。ただし、この戦争の後もリビュア人はナイル川デルタの西部に定着して、デルタ中部のクソイスなどを攻撃するに至った。なお、在位11年目に起こった2度目の戦争までの間に、ケペルがリビュアの全部族を統一していた。2度目の戦争は、メシューエシュ人がエジプトに定住する目的でナイル川、デルタに侵入したことによって勃発したが、エジプト軍は、この戦争で決定的な勝利を収めた。リビュア軍は戦死者 2,000 名以上、ケペルを含む多数が捕虜となり、ケペルの息子でメシューエシュの主張であったメシェシェルは、捕虜となった後に処刑された。この後リビュア人による侵入はなくなり、リビュア人は、エジプトの傭兵として体制に組み込まれていった。海の民及びリビュア人との合計3度の戦争の後に、ラムセスの在位中は戦争は起こらなかった。ハリスパピルスには誰にも妨げられることなく自由に旅行できるようになった兵士たちの武器は倉庫に収められたままであったと、ラムセスが語ったと記されている。ハリスパピルスによると、ラムセスはプントへ、もつ薬や、香料などの交易のために遠征隊を派遣したほか、市内でトルコ石、カナアン南部のティムナで銅を採掘したと記録されている。私は大きな銅山が所在するアキタすなわちティムナの国へ特使を派遣した。彼らは銅を一部は船で運び、残りはロバを使って輸送した。そのようなことは過去のどのファラオの治世でも聞いたことがなかった。その銅山の発見により、何万もの銅を船に積載し、エジプトまで管理しながら無事に輸送した。ハリスパピルス78、1から4メディネトハブの遺跡ハリスパピルスは、ラムセスがピラメセス、ヘリオポリス、メンフィス、アシリビス、ヘルモポリス、ジルジャー、アビュドス、コプトス、エルカブといったエジプト各地及び、ヌビアやシュリアの都市の各神殿に黄金の彫像及び、モニュメントとなる建築物などの膨大な寄進物を残したと記している。ラムセスはテーベとカルナックに神殿を建築した。中でもカルナックにあるメディネトハブと呼ばれるラムセスの葬祭殿と行政施設の機能を併せ持つ建造物はアメンホティプ3世がもともと神殿としていたものを土台にコンスを祀る神殿として建築が始まり、ラムセスの在位12年目に完成した。メディネトハブには、海の民や、ルビア人との戦闘のレリーフを刻んだ。なお、メディネトハブは新王国時代の遺跡の中で、最も保存状態の良い建造物の一つである。ラムセスの時代に行われた、オペト祭りでは、黄金で装飾された、最高級のレバノン杉で製造された、全長67メートルの船が使われたとされる。一方でラムセスは古代エジプト史上で、神官階級の影響下に置かれた初のファラオとされる。ラムセスは、アメンの神官、ラーの神官、プタハの神官に対して、穀物100万袋、銀 370kg 相当を奉納した。また、3つの新館団で169の都市、500の所領、50の造船所、88隻の船、50万頭の家畜を所有していたとされる。その中でも、アメリ新館は上述の奉納物のうち、62万袋の穀物、318kg の銀、2104の耕作地、46の造船所、83隻の船、42万頭の家畜を受け取り、ヌビア地方の金鉱山の採掘権を持ち、アメン神殿の高官は、テーベに駐屯する軍隊の最高司令官でもあった。なお、ラムセスの在位時に国家財政はすでに破綻状態にあり、このことが後述の職人によるストライキの要因の一つになったと考えられている。また、ラムセスの配下として、テーベで徴税を担当していたメリバステトがこの地で勢力を増した。その息子であるラメセスナクトはラムセス4世の時代に、アメン神殿の大司祭に任命され、メリバステトの一族が大司祭職を世襲していった。このことが、後のアメン大司祭国家の成立につながることになった。デール・エル・メディーナの遺跡、ラムセスの治世末期に、王家の谷で墓を建築していた職人の居住地区であったデール・エル・メディーナにおいて職人によるストライキが起こった。これは有史における最古のストライキであり、度重なる食料の配給地帯が原因であった。ラムセスの在位29年目のペレト2月の10日に、職人たちはストライキに入り、昼間はトトメス3世総裁殿に座り込み、夜にデール・エル・メディーナに戻った。翌々日の12日からストライキの場所をラメセウムに変更し、その日のうちに先月分の食料が配給された。職人たちは、当月分の配給も要求して、ストライキを続行。17日に、当月分の食料が支給されたためストライキは収まった。その後も、在位29年目に、もう一度1月の13日、在位31年目に一度、在位32年目に一度のストライキが発生したとされる。ストライキが起こったこの時期に何らかの原因で、紀元前1140年まで10年間にわたって太陽の光が地面に届くことが妨げられ、その間は世界的に植物の成長が停止した。それによってラムセスから後のラムセス6世及びラムセス7世の在位中は鳥や奴隷の価格が横ばいだった一方で穀物価格は急騰した。なお、ストライキが起こった事実はラムセスの建造物のモニュメントでは一切触れられていない。ラムセスの時代に行われた公判を書写したパピルスにより、メディネトハブで行われた祝宴中に王室の高級によるラムセスに対する暗殺事件があったことが知られている。その事件はラムセスの妻の一人であるティが教唆して自らの息子のペンタウアーに王権を相続させるというものであった。ラムセスはペンタウアーではなく、ラムセスの息子の中で最も年長であったエセトター、ヘムジェルトの息子を自らの後継者に選んでいた。メディネトハブのラムセスのレリーフパピルスにはその事件に多くの人間が関与したことが記されており、事件の中心人物はティとペンタウアー、侍従長のペベッカメン、王室の執事7人、宝物庫の監督者2人、軍隊の将軍2人、王室の書記2人及び伝令官1人であった。暗殺に至った手順ははっきりしないが、蝋人形や呪術による方法が含まれていた。長い間、ラムセスが暗殺されたのか否か明らかではなく、ラムセスのミイラの首の周りに包帯が厳重に巻かれていたものの、体に明らかな外傷はないと信じられてきた。2011年、ドイツの犯罪科学のチームがラムセスのミイラを調査し、首の周りに巻かれていた包帯の部分のコンピュータ断層撮影を実施した。それによるとのど首を横切って深い刃物傷があり、その傷は椎骨にまで達する深さであった。2012年12月、エジプトの考古学者ザヒ・ハワスを中心とするチームがラムセスのミイラを CT したところ、ラムセスは生存中に喉元を切られ、傷は左右7センチメートルで脊椎に達する致命傷であり、おそらく即死であったことが分かった。また、解析した画像から、喉の傷の中に、ホルスの目のお守りが埋め込まれているのを発見し、これにより、エンバーミングをした段階ですでに傷が存在していたことが裏付けられた。2016年3月、ハワスとカイロ大学の医師サハル・サリームらによって、ラムセスのミイラに再度 CT が行われ、喉元の死傷以外に足の親指を切断された跡が発見された。これらの状況より、ラムセス襲撃は2人以上で実行され、1人はラムセスの正面から斧のような武器で攻撃し、もう1人が背後から短剣などの武器によりラムセスの喉元を貫いたと考えられる。ラムセスのミイラ。首に巻かれている包帯のもとに致命的とみられる刃物傷が発見された。なお、暗殺されたことが確定するまでは、鎖蛇に噛まれた傷がラムセスの死を引き起こしたという説もあった。これについて、ラムセスのミイラに来世で蛇から身を守るためのお守りが付けられていたことや、暗殺者の一味であった食事と飲み物を給仕する召使いは、蛇と蛇の王と呼ばれていたことが根拠として挙げられていた。こうしてラムセスは暗殺された。享年は約65歳とされる。ラムセスの暗殺には成功したものの、トリノの法のパピルスによるとその年のうちに事件に関与した者は全員が処刑された。後半のことを記した別の文書によると、総数で38人に死刑判決が下された。ただし、有罪となったうちの何人かは自殺する選択権を与えられ、ペンタウアーもその一人であった。ペンタウアーのミイラである可能性が高い、叫ぶミイラと称される。ミイラの胃の中からは毒物が検出され、遺体から臓器や脳を取り出さずにミイラ化されていた。さらに儀式において、不浄とされたヤギの皮をかぶせた上で、両手両足が強く縛られていた跡が発見された。ハワスはこのミイラの処理方法について異常なものであったとコメントしている。歴史家のスーザン・レッドフォードは、ペンタウアーは毒を仰いで自殺する選択を許されたが、事件に関与した他の者は生きたまま家計に処されて、その遺骨、遺骸は通りに撒き散らされるという屈辱的な末路を与えられたと推測している。このような処罰は、古代エジプト人にとって、ファラオを殺傷することが重大な事項であることを強調し、強い見せしめとなった。古代エジプト人は、ミイラ化などにより体が保存されたならば、来世に唯一到達できると信じていたため、家計により体を破壊されることは、現世で犯罪者として殺害されるだけでなく、来世に到達することが許されずに人格を消滅させられることを意味していた。T とペンタウアーの墓は強奪された。また、来世で楽しむことができないように2人の名前を徹底的に抹消したため、2人の名が見られるのは後半の文書以外にない?この事件の裁判員に12名が任命されたが、事件に関与したとして告発された後宮の数人の女はその公判を審理する裁判官を誘惑して5名の裁判官がその女たちと密通したことが発覚した。裁判官は処罰されて1人は刑が執行される前に自殺し3人が鼻と耳をそぐ刑を課された。後継のファラオにはラムセス4世がついたがラムセスが死去して以降の第20王朝は衰退に向かうことになり、古代エジプト文明自体が崩壊する一歩でもあった。1881年、フランスのエジプト考古局の最高責任者であったガストン・マスペロの指示を受けたエミール・ブルグシュによって、デル・エル・バハリの DB320 からラムセスのミイラが発見された。なお、DB320 からは、ラムセス以外に、トトメス3世やラムセス2世などのミイラも同時に、発見された。ラムセスらのミイラが王家の谷から移された理由として、第20王朝末期に権力を争っていたピアンキが敵対していたパネヘシやヘリホルに対抗し、自らの権力基盤を固めるための軍資金として王家の谷の財宝を組織的に盗掘していたことが挙げられる。最終的に第22王朝のシェションク一世によって DB320 へ運ばれたラムセスのミイラは、ミイラ再生など多くのハリウッド映画で、代表的なエジプトのミイラのモデルとして活用されている。ラムセスの墓は、王家の谷で最も大きな墓の一つである。2012年に行われた遺伝子研究によると、ラムセスのY染色体は E1 ビット 1R に属することが分かった。この E1 ビット 1R は、サブサハラアフリカに住む人種に多く分布する方である。ラムセスの妻及び子息で確認できるのは下記の通りである。第一王妃はイセト・ターヘムジェルットでほぼ確定しており、第二王妃は T と考えられている。古代ギリシアのヘロドトスが記した歴史の第2巻に登場するランプシニトスはラムセスにあたると考えられている。ヘロドトスはその中でランプシニトスが歴代のファラオの中で最も多くの量の銀を所有していたと紹介し、その保管していた銀を摂取した盗賊との知恵比べに関する逸話を記載している。ラムセスが統治した正確な年代については諸説があり、このことはレバントにおける後期青銅器時代が崩壊した年代とも関係が及ぶ。一般にその年代はパレスチナの海岸沿いで出土した陶器より、ヘラディック紀の後期ファイクであり、上述のラムセス在位8年目の海の民との戦争も含まれる。なお、この出土した陶器の年代は従来まで、紀元前1179年頃と否定されていたが、放射性炭素年代測定や他の外部の調査によって、紀元前1100年頃と認められている。アイスランドにあるクラ山の3度目の噴火によって、顕著な寒冷化が起きたと評されており、その年代を紀元前1159年頃とする説がある。1999年にヘクラ山の3度目の噴火に関して採取したデータを使って数人の科学者がラムセスが在位期間内にあたる紀元前1159年頃の状況について立証しようとした。上述したようにラムセスの在位29年目にデール・エル・メディーナで職人のストライキが発生したとの記録が残っているが、このストライキがヘクラ山の3度目の噴火による影響を受けたと指摘した。クラ山の3度目の噴火がこの年代であれば、災害が起こってから1年程度の凶作は、当時のエジプトが備蓄していた食料で対処できたと考えられるものの、前1159年頃から3から4年後に、ラムセスの治世が終わったことを示すとされた。一方で、別の科学者が BP2900 のデータを火山の地層を再調査した。2002年に火山灰の地層を含む泥炭の沈殿物を高精度の放射性炭素年代測定をしたところ、ヘクラ山の3度目の噴火は、紀元前1087年から紀元前1006年の間に起こったと発表した。ラムセスの治世を紀元前11世紀代とするエジプト学の研究者は一人もおらず、ヘクラ山の3度目の噴火はラムセスが在位した年代より後に出来事であったと示された。ありがとうございます。